文化ファッションルネサンス、かな文政の卒業新旧作品を発表する金沢文化服装学院最大のイベントです。これまでの学びの集大成として制作したかな文政の作品は、それぞれの思いが込められこだわりが深く追求された唯一無二の作品となっています。今回は俗を全体テーマとしてチームで作品制作を手掛けたアパレル造形デザイン科3年生、アパレル基礎科2年生にそれぞれが制作した作品について聞いてみました。今回インタビューをさせていただくファッションビジネス科1年の橋本未来です。よろしくお願いします。お願いします。今回インタビューさせていただく3年生に来ていただきました。はい、アパレル造形デザイン科3年の西本です。浜井です。小花です。よろしくお願いします。じゃあ早速インタビューさせていただきます。西本さんたちのチームが制作した作品のコンセプトを教えてください。はい、私たちは空想をコンセプトとしてテーマである深海の空想を広げ一つの物語を作りました。で、その物語をもとに洋服作りを行ってます。作品のこだわりポイントを教えてください。はい、遠くから見ると不思議な雰囲気のある衣装にしたことなんですけど、近くから見た時の刺繍やインナー生地の模様だったりヘッドドレスの繊細さがすごくポイントになっています。インナーの柄はオリジナルプリントで制作しました。6体すべて違うのでぜひ近くで見ていただきたいと思っています。商品制作で大変だったことなど制作中の思い出などありますか？はい、ニットのメッシュ生地を使用したことで縫い合わせがとても難しかったです。また初めて使用する生地が多かったのでとてもいい経験になりました。西本さんの制作中に大変だったことなど思い出はありますか？はい、私も特殊な生地だったのでパターンやとある縫製が普段とは違い大変でした。笠井さんは何か思い出ありますか？私は3人で刺繍合宿をしたことです。期限に間に合わせるために私たち朝まで刺繍をして頑張りました。何か学びになったことや今後につながる教訓などはありますか？はい、グループ制作が初めてだったので3人の意見をまとめて一つの意見にするということの大切さだったり難しさを学びました。具体的に何かエピソードあったりしますか？テーマだったりコンセプトなど大元になるものが3人それぞれやっぱり向いている方向は一緒でも少し意見の食い違いだったりとかがあったので、それをまとめて一つにして3人が納得いく作品にするということがとても大切であったし難しい点でした。笠井さんは何か学びになったことありますか？はい、チームでやり遂げることの大切さです。制作の他にも撮影の準備だったり制作する記事とかの準備だったりその手配だとかやらなければいけないことが本当にたくさんありました。その中で3人で声を掛け合って進めることができているのは一人一人が責任感を持っているからこそだと思います。社会に出てからもこの経験を生かしていきたいと思っています。笠井さんは卒業された後は何をされるのですか？私はアパレルの販売員になるんですが、どの仕事をやるにしてもそういう責任感だったりだとかはすごく大切だと思うので、社会に出てからもしっかり自分が何するかとかを自分で把握したり周りのことも意識しながらやっていきたいと思っています。今までは一人でやってきた制作が今回は団体になったので、グループで一つのものを作り上げる大変さやあと責任感を実感しました。西本さんはリーダーということですが、何かまとめるために意識したことなどありますか？はい、そうですね、一番意識したことはスケジュール管理っていうのを一番大事にしてて、このチームは3人みんなが同じ意識を持って同じ方向を向いて制作に対する思いがあったので、そのスケジュール管理のっていうのをちゃんとすることでスムーズに制作を進めることができました。 BFR に向けて意気込みをお願いします。はい、学生最後の作品制作なので
3年間の集大成をしっかり見せられるように頑張ります。私たちは今回の BFR で卒業となるので、社会人でアパレル業界で働く前に、まずは復職学生として人の心を動かせるように頑張ります。今年はファッションショーもなく、例年とは違う形での BFR にはなったんですけれども、悔いを残すことなく最後まで認めたいと思っています。ありがとうございました。ありがとうございます。皆さんの展示会楽しみにしています。頑張ってください。次はアパレル基礎科2年生の方に来ていただきました。アパレル基礎科2年の滝山です。沼田です。よろしくお願いします。じゃあ早速インタビューさせていただきます。はい、滝山さんたちのチームが制作したコンセプトを教えてください。はい、コンセプトは橋がかりです。橋がかりとは、能の使う言葉で、穴屋と近藤をつなぐという意味があって、そこに着目して、私たちはまだ能をあまり知らない人たち、知っている人たちもそうですけど、でまだ能に携わっている人たちも含めて皆さんの思いをつなぎたいということで、コンセプトを橋がかりとしました。作品のこだわりポイントはありますか？自分たちの知識だけじゃなくて、実際に能を行っている先生にお話を伺ったりして、それらを元にしてデザインを行っているところがポイントです。オリジナルクロスジャガードさんにいただいたジャガード生地を使って、化学交渉の特徴である力強さ、根強さ、質実剛健さを表現するようにしています。制作中に大変だったことや何か思い出はありますか？仕様が着物と同じっていうこともあって、撮影とかの着付け方でだいぶ苦戦したのが心に残っています。作品に取り入れる箔がなかなかうまくいかなくて大変でした。箔って何ですか？着物とかについてるあの金の装飾品で、最初いただいた購入したものをそのまま使ったらなかなか思ったような形じゃなくて、ちょっと違うなって感じになって、そこからその会社の人とお話ししたりして、いろいろ研究しながら、なかなか大変でした。何か学びになったことや今後につながる教訓はありますか？チームで一つの目標に向かって頑張ることで大切さや心強さを学びました。グループでコンセプトからの肉付けで3人で一つのものを作るということもあって、やっぱりグループワークで必要とされることの段取りだったりまとめ方、やっぱりそれは社会に出た時にかなり重要になってくるものだと思うので、それらをこの学生の間に学べたということができて本当に良かったなと思ってます。竹山さんは卒業された後は何をされますか？はい、私はレインウェアの会社に就職します。でそこで私がやりたかった企画職だったり、さらに営業職も、学ばせていただきます。じゃあ最後に BFR の意気込みをお願いします。半年間頑張って制作を進めてきたので、後悔は残らないように頑張りたいと思います。2年間の集大成なので、今まで教わったことだったり学んだことを十分に発揮したいと思います。ありがとうございます。皆さんの展示会楽しみにしています。頑張ってください。2月11日から14日までの4日間、21世紀美術館のシアター21で皆さんのお越しをお待ちしています。アパレル造形デザイン科3年生アパレル基礎科2年生の卒業作品展は2月11日木曜日から2月14日日曜日まで、金沢21世紀美術館地下1階シアター21にて開催します。今回お届けした空想の作品の他にもたくさんの作品を展示していますし、北陸の地元企業と産学連携事業の取り組みで制作した作品も展示いたします。見応えたっぷりの卒業作品展にぜひお越しください。